皆さん、こんこにちは MLB ドジャース5対2ブルワーズ戦が日本時間13日ミルウォーキーで行われましたドジャース大谷翔平選手は敵地ブルワーズ戦で36号ツーランを放っていますこの日左手骨折から復帰したムーキー・ベッツ内野手が早速11号ツーランを含む3打点を挙げチームは4連勝となっています試合後、大谷翔平選手は いるるだけで脅威になると存在の大きさを改めて称賛していました今回はこの快挙について取り上げるとともにパリ五輪が終わり次回のロス五輪への機運が高まる中今後大谷翔平選手はどう動いていくのかを考察してみました是非最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです大谷翔平選手は5回無視1塁の第3打席 カウント3ボール0ストライクから4球目の外角ボール球を振り抜きました打球速度107マイル約172キロ飛距離424フィート約129メートルの豪快弾第4打席は四球を選び今季33個目の盗塁を決めましたまたベッツは2番右翼で復帰しています第2打席で先制ツーランを放ちます 大谷翔平選手とのアベックアーチは5月17日同18日の本拠地レッ戦以来3度目となりましたさらに7回1・2塁の第4打席は右適時だ今季10個目の2投を決めています2人の活躍もありチームは4連勝となりました試合後大谷翔平選手はベッツについてこう語っています本当にいるだけで脅威になるというか打線の厚みが全然違う 相手も嫌だと思いますし今日は本人ももちろん打って選手としての素晴らしさを証明したと思いますと話しました復帰後は大谷翔平選手が1番ベッツが2番と順番を入れ替えましたプレーしながらお互いの打席がより作用し合うコミュニケーションを取りたいと次戦への意気込みを語った復帰初戦でアーチのベッツにチームとしているかいないかでは違うと述べています その他のの一他問一答は次の通りです40本塁だと40盗塁はもともと目標にしていたのかという質問に対しては今シーズン特にゴールは決めていなくて一試合一試合頑張りたいなと思っていますし初めてのチームなので初めは慣れるところからチームの特徴をつかみながらなじめればいいなと思っているので今はだいぶ慣れてきてポストシーズンに近づいてきているので。 しっかり自分のやることに集中したいいなととは思っていますと語り目標は特に定めていないなことが分かります特に本塁打に関しては自分のいい打席を続けていくことで増えていくのかなとは思うんですけど1番を打っているので今日みたいな終盤の支給は大きいですし盗塁でスコアリングポジションに進むこともすごく大きな仕事だと思うのでその結果いければいいんじゃないかなとは思いますと前向きな言葉が聞かれました。 7回に子宮を選んで投塁して追加点につながった流れは良かったのでではないでし、ょうか大谷翔平選手は結果的にそういう流れにはなっているのでいいイニングだったとは思いますけど中継ぎも踏ん張っていましたしそこが一番試合を作る上では大きかったのかなと流れを渡さなかったという意味では大きかったかなと思いますと述べ盗塁についてはいける判断の時はいきますし。 政府になるか微妙なケースで成功するかしないかが一番大事だと思うので今日はそこまで大きい判断の基準ではなかったので普通に行けるチャンスが多かったのかなと思いますと述べていますベッツが帰ってきて蘇ったドジャースベースボール大谷翔平選手はドジャースについて主力が抜けて帰ってきてより厚みを増したのがもちろん強いチームだなと思いますし 逆に主力がいない時にしっかりとある程度踏ん張れていたのもチームの自力なんじゃないかなと思うので他のメンバーも信頼していますし「どの選手が入ってもいい作用がお互いに生まれればいいのかなと思います」と評しています。オールスターでフル制限をしていたのがその後の不振に影響していたのかという質問については次のように率直に述べています。すなななわち少いいい量でで戻したいなとは常々思っているのでそれが リハビリがあってもなくても逆にリハビリがない状態というのは試合で多く投げないといけないので DH で出ている試合はなるべくセーブしていかなければいけないのでそういう意味ではどんな状態でもなるべく抑えて自分のいい状態を保つまたはいい状態に戻すという作業をしたいなと思いますと淡々といつも通りの大谷翔平選手が見られましたさてパリ五輪が閉幕しましたパリ五輪は11日に閉会式を迎え 17日間にわたって繰り広げられた熱戦に幕を下ろしました2028年のロサンゼルス大会への引き継ぎ式では俳優トム・クルーズ62が競技場の屋根からド派手なワイヤーアクションで降下し世界中で喝采を浴びました同大会の期待も高まるが開会式でバトンを受けて主役になるであろう日本人アスリートに注目が集まっています日本選手団の旗手候補としてドジャースの大谷翔平選手 30が急浮上してい何と,とも気の早い話ですがそんな噂があると言います今や大谷翔平選手は MLB の枠を超え全米で最も魅力あふれるアスリートとして名前が挙がることも当たり前になってきました投打二刀流を貫き通し数々の記録を塗り替えるとアジアや全米だけでなく英公共放送 BBC や普通大手スポーツ紙 レキップなど野球に馴染みのななないい欧州主要メディアで報じられることも珍しくなくなっていますそんな世界的なネームバリューを誇る翔平大谷だからこそ担える大役があるということで噂になっています前述の通り2028年に開催されるロサンゼルス五輪で日本選手団の開会式基準に大谷翔平選手が急浮上しているのです。 野球競技はロサンゼルス五輪で2大谷翔平選手も先月15日日本時間16日のオールスター戦前日会見の場でロサンゼルス五輪に出場する意思について問われ「国際大会はもちろん特別だと思うしオリンピックも特別だと思う」「個人的にも出てみたいなという気持ちはもちろんある」などと強い意欲を示しています。 過去の大会では五輪代表へのメジャーリーガー参加を基本的に容認していなかった MLB 側もマンフレッド・コミッショナーが競技の余地があると門戸を開く可能性を示すなど難化しつつあります同じ米国国内での開催となるロサンゼルス五輪ならばシーズン期間中の参加であっても時差や移動のリスクが軽減されることはメリットとして大きいと言えるでしょうさらにドジャースにとってロサンゼルスは言うまでもなく地元で 野球会場は本拠地ドジャースタジアムが有力視されています。ロバーツ監督も地元開催のロサンゼルス五輪で行われる野球へのメジャーリーガー派遣について、MLB と選手会が一丸となれば実現できると猛プッシュしているとのことです。こうした背景からドジャース内部では、ロサンゼルス五輪に大谷が参加することになったら、ぜひ日本選手団の旗手を務めてもらいたい。 地元の LA でプレーする彼を置いて他に適任者はいないとの声が日増しに強まっているといいますすでに大谷翔平選手は2023年の第5回 WBC 決勝でも侍ジャパンの旗手を務め二刀流として3大会ぶりの世界一奪回に大きく貢献しました一方で井田監督率いる新生侍ジャパンは2024年第3回プレミア12と2026年 第6回 WBC で頂点に立つことを当面の目標としており4年後のロサンゼルス五輪での金メダル奪取も無論先々の青写真として描いていることでしょう大谷翔平選手がロス五輪で日の丸のユニフォームに袖を通すことになれば侍ジャパンだけでなくあらゆる方面にプラス効果を生むことになります大谷選手は33年まで地元のドジャースと契約を交わしている そう考えれば28年五輪において彼は日本だけでなく開催国の米国やロサンゼルス市にとっても大会の重要なホストあるいはアイコンのような存在になるだろう MLB とドジャースの全面バックアップを得た大谷選手が野球競技に出場するだけでなく開会式や閉会式など節目のイベントに登場すれば世界中にインパクトを与えられるかつてないシナジー効果が計算できることによって IOC 国際オリンピック委員会や大会運営側にも歓迎されるはずだと広告代理店関係者は期待を膨らまませていますポッドキャスト番組「WBC セントラル」でホストを務めるフリーランス記者のショーン・スプラドリング氏は11日同12日に自身の X を更新し28年のロサンゼルス五輪開会式では翔平・大谷が日本選手団の旗手を務めるだろうと予想しました。 確かにジャパニーズトップアスリートでロサンゼルスの顔になりつつある大谷翔平選手は日本の旗振り役としてこれ以上ない適任と言えますいかがだったでしょうか今回は大谷翔平選手の今季の成績の見通しとロス五輪について深掘りしてきました大谷翔平選手の記録の積み重ね方は淡々としているところが脅威と言えますですから執着地点が全く予想できません ぜひとも45を目標にその記録を超えるくらいの成績まで見てみたいものですまたロス五輪については少々気が早いような気もしますが本拠地であることから何かしらの形で関わることにはなるでしょうロス五輪のアイコンとして活躍される光景をぜひ見てみたいものです今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいですそしてこの動画が良かったら高評価 チャンネル登録よろしくお願いいたします。